頭の傾きで骨盤が自然と持ち上がります。だんだんと傾きを戻していきます。介護の現場には足の障害などで足先がこのように固まっており、床に設置をして体重をかけることが難しいご利用者様もおられます。その場合は足を設置することができないため、少し抱えるなどの介助が必要な局面も時には存在します。そのような時に安楽に抱える技術を紹介したいと思います。まず介助者はご利用者の横に位置します。そして一度介助者の外側の膝に座らせましょう。向こう側の脇の下に頭を通します。手を上から差し入れ、骨盤の近くを抱えます。この状態で介助者がのけずることでご利用者様の頭が横に傾いていきますので、頭の傾きで骨盤が自然と持ち上がります。だんだんと傾きを戻していきます。通常このような介助をする場合は介助者が2人でご利用者様の前と後ろから吊り上げるように移すことがよく見られるのですが、このような介助を行うことで1人で行ってもお互いに安楽に介助をすることができます。ただしくれぐれも腰痛などがないように、あまり体格差が激しい場合などは無理せずに2人介助で行っていきましょう。今度は車椅子からより高い位置に移す方法をご説明します。具体的にはストレッチャー浴槽などに移す場合ですね。もしくは先ほどもお伝えしたように繋足などで足を設置することができない場合にも用いることができます。介助者はご利用者様の横に位置を取ります。一度自分の膝に座っていただきます。相手の向こう側の脇に潜りましょう。上から腕を通していきます。このまま相手の頭が横に傾くようにすることでお尻が自然と上がってきます。そのまま体を水平にしていくとベッドに移すことができます。人は骨盤を高い位置に上げるときは頭側を下に下げないと骨盤が上がりにくいのです。自力でベッドに上がる場合なども、実際はこのように頭が下に向かうことで骨盤側が上がってきます。これはちょうど背面跳びなどのような高跳び競技を想像すれば容易にわかると思います。この動きを再現することで力に任せて移すのではなく、仕組みに頼った移乗が可能となります。